俺がいたんじゃお嫁に行ける、分かっちゃいるんだくまもんよ。結構毛だらけ、猫灰だらけ、お尻の周りはクソだらけ、輪島漆器仏壇店上高橋で産湯を使い、姓は永田、名は幸喜、くまもん仏壇の社長と申します。いや、昨日映画見に行ってきました。あの、こちらですね、あの、男は辛いよ50年、おかえり、トラさん、うちの会長がですね、これが見たいとおっしゃるもんですから、で、一応、まあ今行こうかな、いうことでですね、行ってまいりました。あの、結構ですね、あ、そうやった、同級生の時ですね、あの、岡本ちゃん、あの、今、肥後銀行の勤めで、帰りだけ会うたんですよ。あ、わ、えらい横男の人がこっちも手も振り合わせたと思ったら、岡本ちゃん、同級生だった、岡本ちゃん、あ、どうも、ごめんなさいした。あ、でですね、あの、見てまいりました。まあ、話をまた戻しますけどですね、この、トラさん、あの、実はですね、桜町とかですね、クレアはもう2回ぐらいしかあれがないんですよね。朝と夜みたいな。で、ちょっと私が行く時間見れなかったもんですから、意外とお客さん入ってなかったのかな、みたいな感じ。まあ確かにですね、でもですね、意外とお客さん、まあまあぼちぼち入ってましたね。あの、ぼちぼち。で、やっぱ最後は泣き笑わせてもらったな。あの、で、最後、あーって拍手しわせてもらったわってですね。まあ、あの、どちらかというと、60から上の人ですね、60、70、80の人が、やっぱ何がすごいって言ったら、また後藤久美子の老け方、違う、そういうことないですけど、まあまあ、後藤久美子を出た話ですね、国民がですね、まあまあ、それはともかくとしてですね、あの、やっぱ、背景、昔の画像が出てくるわけですね、そうするとですね、自動販売機がチェリーとかミネとかが売ってあるわけですよね、で、車もコロナとかギャランとかですね、うわー、昭和、で、テレビなんかも、あの、ほら、実家のテレビなんか、足が生えてるやつですね、足が生えてるやつ、うわー、昭和やなーって、なんかあれ、70、80の人が見たらですね、もう涙が出ると思いますね、結構ですね、実写版もですね、もう重鎮、あ、今、足で蹴ってしまいましたけどですね。まあ、こうやって重鎮ですね。小林年中、笹野武さんかな。で、ね、こちらの人が、誰だったかな。あ、橋爪功さん。やっぱ、もう重鎮がいっぱい出てますけどですね。まあ、まあ、行って、まあ、面白かったかな、みたいな感じですけど。しかし、意外と桜町は意外と少なかったですね。あの、桜町、やっぱ、意外と桜町って、まあね、あ、来てないのかもしれないんで、まあ、まあ、さあ、ね、いいや、もう、すぐだよ、だめや。はい、というわけでございました。さあ、昨日映画も見ましたのでですね、はい、今日から一生懸命頑張りますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。はい、さあ、さてと、今日は21日だったかな、1月の21日だったから火曜日夜の7時まで営業、いつものお約束、今日も元気に営業中。いや、面白かったです、面白かった。昨日なかなか、まあ、たまに映画もいいもんですよね。はいはい。ということでございました。さあ、じゃあ今日も一日夜7時まで、電話年中無休24時間受付、一生懸命頑張りますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。